今学生さんたちはどんなことを学んでいくんでしょうか。世界のいろんな建築とかいろんなものを見ながら自分で模型とか作って設計の図面を作ってやっていきますね。設計は模型を作ったりとか、最近だとコンピューターを使って実際の空間が再現できるということで、そういう技術を勉強したりもします。小川先生も僕も実際の設計事務所をやっていて、学生たちも教えてるっていうのがこの研究室の特徴なので、作ってる場所に近いところで勉強ができるっていうのがこの研究室の特徴だと思います。建築作るには材料、構造、設備、環境工学、防災工学、工事施工方法とか様々な建築技術が必要なんですけど、これを統合して修練させていくことが大事なんですね。したがって建築の設計という仕事はよくオーケストラの指揮者に例えられるんですね。で、まあ、建築の設計のお仕事においてなんですけど、何かこう必要なこと、大切なことってありますかね。小さい時から模型作ってこうなんかプラモデル作ったり、あるいは絵を描いたりしてるのが好きだったりするとすごく向いてるかなと思いますね。建築は本当にいろんな能力が必要なので、こう手を動かして作るのが好きな人もいいですし、もう一つ論理的に計算高くきちんと考えれる人も工学的な意味で必要ですし、みんなで力を合わせることが好きな人も向いてますし、活躍の場がある分野なんですね、設計。若い子たちに建築を教えていくっていうのはやりがいってことはどんなところなんですかね。卒業生が結構有名な建築家になって結構出てるので、私たちもすごく嬉しいし、現在の学生も日本全国の学生コンペとかでたくさん賞を取るんですね。イギリスの大学とニューヨークの大学と交換留学をしてるので、はい、とにかく世界を見ろっていうふうに学生には言ってるので、なんか楽しいと思います。この建物の中に入るまさにエントランスですよ。明るい気持ちになる、あの辺りもみんなでこう作っていったって感じなんですかね。そうですね。10代たちにメッセージお願いしてよろしいでしょうか。全てが建築であるということがあるんですね。実際に世界を旅してみて、触って触れて聞いて、また本物の空間に入っていろんな体験をしておくことがね、将来は生かされるかなと思いますので、ぜひ建築を目指してくれたらありがたいなと思います。頑張ってください。好奇心に勝る才能はないと思っているので、まあ、何でも知りたがって何でも見てほしいと思うんですよね。自分の頭の大きさよりも世界の大きさ、宇宙の大きさの方が大きいので、あまり悩まずにいろんなものを外に見てみたらいいかなというふうに思います。